江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、ケイ君の小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナー行ってみたいと思います。今日はですね、1,2,3,4,5,6 本なんで、まあ多分1本で収まるような気はするんですけども、行ってみたいと思います。こちらもうタイトルでね、まあ察した方もいらっしゃると思いますけどもね、墓暴きですね。パク・ウォンスン元ソウル市長でございます。セクハラによって、こう極端な選択まあしたと言われておりますけれども、まあ真相はわからないんですけども、こちらパク・ウォンスンの墓誰かが毀損したということでね、結構毀損にやってるらしいですよ、パク・ウォンスン。こちらちょっと見ていきましょう。8月28日、南揚州市牡丹公園民主烈士の、墓域にあるパク・モンスン前ソウル市長の墓を誰かが黒いスプレーで毀損する事件が発生したということでね。パク・モンスンは民主烈士なんだ。民主主義の烈士。警察は事件当日日前後に牡丹公園の墓に行った人々を推定し、行為を把握している。しかし事件発生場所を直接照らす監視カメラがなく、先の尖った手がかりは出ていないという、まだ犯人見つかってないんですね。でこれ2021年の9月は、9月にも20代男性が、パク前市長の墓、中央部分をシャベルで掘り下げた事件が発生したということで。はい。で、これですね。国民の力は、民主化の聖地を冒涜することと批判の声を出したということで。なんでお前が民主烈士なんだというふうな感じで、まあ、ツッコミが入ったという話ですね。隠してありますね。黒いスプレーで書かれてるんでしょうな、この人な。はい、じゃあ次いきます。こちら映像でございます。ポン、瞬く間に5秒で貴金属店の 金属をね盗んじゃったという映像でございます。はい、それでは見ていきたいと思います。こちら、あ、うるちょろしてるね。お、近寄ってきた。おい、ああ走ってる。捕まるだろすぐに、こんなの。はい、ということでね、で主人がしばらく視線をまあ背けた時、あっという間に貴金属を盗んで逃げた男性が捕まったということでね。5秒。はい、じゃあね、次行きたいと思います。こちら。次もね、映像です。こちらね、家全体がピンクの粉で覆われてしまったという話題でございます。あるアパートで火災時に自動的に作動する消火器を設置してて、消火の粉が飛び出すことがありました。火も出なかったのに、すべて家の中がめちゃくちゃになりました。はい、それではね、めちゃくちゃになった瞬間見ていきましょう。ポン、おっとっと、ここですね。自分でやってんだ。振り付けね。あらら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 、らキッチンじゃん。でこれね、ちょっとだけあの消火器の粉はね、粒子が粒がちっちゃいんでね、掃除すんの大変っていうか、掃除で取りきれないですよね。はい、まあね、こんなことがありましたよということで、でこの記事の結びには、まあこのね、自動の消火装置を
まあ素人がつけるのはちょっとダメなんじゃないかとね、いうふうなことを言ってました。はい、それではですね、次行きたいと思います。こちらでございます。ここが、大阪なのかということで、内線一体連想パブ看板が論争になっているということでございます。はい、内線一体、まあ、漢字は正しくはこう書くんですけども、併合期の日本と朝鮮の同化政策のことでございます。で、この看板、こっちが看板でございます。で、こっちが併合時に、こう同化政策で、広報したポスターでございますね。内戦って書いてありますね。協力一致って書いてありますけども、こちらちょっと見ていきましょう。日本式居酒屋を運営するフランチャイズ酒屋が掲げた看板が議論の中心に立ったと。現在の SNS に上がってきた居酒屋の写真を見ると、日本風の居酒屋のコンセプトを掲げ、大阪の名物であるグリコさんと似たキャラクターが描かれていると。しかしこれは日程共戦期内戦一体を思い出すという指摘が起きているということで、はい、これ私この、コミュニティ、あの掲示板でね、これ見たんですけど、この内戦一体っつってんのは一人だけなんですよね。うん、むしろこっちはこれは大阪のグリコをパクったんだろって思うんですけども、はい。で、このこっちもそうなんですけど、こんなイラストで全部日本語なんですよ。ひらがな、あ、まあ、かん、日本語なんですね。日本語の看板です。うん。で、これチェーン店なんで至る所にあるらしいです。はい、っていうかこれグリコさんっていうんですか、知らなかったけど。はい、まあね、こんなことで今物議を醸してると。176ですね、コメントね。じゃあね、次行きたいと思います。こちら、コンビニエンスストアの床に黄色の液体で興奮。これ興奮はあの公の憤りの方ですね。で、CCTV を見たこちらコンビニの主が恥知らずなママと驚愕しているということでございます。ではね、こちら記事の方を見ていきましょうかね。映像の方先見ますか。チッチしちゃった。もう、みたいな感じです。これね。子供が下向いて、うわ、チッチしちゃった、そんな感じですね。で、それでも自分のこう、まあ、じゃあ記事の方行きましょうか。はい、これはね、短いんでちょっと見ていきましょう。こちら、コンビニの床で小便をした子供と母親の厚かましい行動に事業主がため息をついた。27日ずと続く事件班長はコンビニで放尿した子供とこれを処理しなかった無概念母親の姿が公開された。事件班長側の説明と映像によると、18日夜、京畿道柳修士のあるマンション団地内にあるコンビニに女性が子供と一緒に訪問した。2人の母娘はすぐに飲み物コーナーに行って飲み物を選ぼうと悩んだ。この時子供が突然下を見下ろして、母親は飲み物を置いて子供の行動を調べた。その瞬間、子供がコンビニの床で小便をしたという事実を母親は知ることになった。これに対し、母親は小便がついた子供の足と靴を几帳面に磨いた。そして、すぐレジに移動して計算した後、子供の小便を片付けずに、そのまま何も言わずに出て行ってしまった。床を磨くつもりはなかったのだ。二人の母娘が去った後、床の水を発見した店主 A 氏は、歯を磨こうとしたが、怪しい匂いで直ちに肉部を回してみた。A 氏はようやく床に置かれていた水の正体が子供の小便だったという事実を知った。 A 氏は子供の母親がこの事実を知っていながらも何の処置もなかったと当惑した。映像を見た博士糞弁護士は、法的処罰を受けることはない行動だが、子供のミスなので路上放尿で処罰されることもなさそうだ。しかし子供が見ているのに事業主にこの事実を知らせるべきだったと指摘し、母親の行動を惜しんだ。はい、というね、ことでございました。それではですね、次行きたいと思います。こちら、手術中に先生が殺してしまうぞと叫び、患者ガクブル。
先生が手術中に殺してしまうぞって言われたらそりゃビビりますよね。先生にこう体ね、見てもらった時にやべとか舌打ちとかなんかもうその些細なリアクションでねビビりますけれども、じゃあですねこちらも短いんでねちょっと行ってみましょう。こちら太田のある総合病院の医師が手術中に後輩先行医に悪口を言ったという疑いで罰金刑の宣告猶予を受けました。太田地裁は医療法違反と侮辱の疑いで起訴された A 氏39に罰金100万ウォンの宣告を猶予したと今日28日明らかにしました。猶予。 A さんは2021年7月13日午後5時10分頃病院の手術室で手術を執刀していたところ後輩先行医の B さん32に手術が終わり次第他の患者に対する追加手術の準備をするよう要請しました。しかし B 氏が断ると A 氏は怒って大声で殺してしまうぞ殴られたいのかと悪口を言ったということです。A 氏は裁判でお前が医者なのかと言っただけで脅迫侮辱はなかったと主張しましたが一審裁判所は手術室に一緒にいた目撃者の陳述などをもとに A 氏の主張を棄却しました。キム判事は被告人が被害者と合意できなかったが同僚が被告人の前哨を嘆願する点追加手術が遅れるのではないかと考案して偶発的に犯行を犯した点などを考慮したと明らかにしました。はい、ということでねこの目撃者ってのはなんだ看護師か患者かはい、ということでね、まあこんな話題がございました。今日は平和な警告さんでしたね。皆さんはいかがお考えになりましたでしょうか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた